んかみんな俺のことがさ AV 男優だと思い込んでたみたいで、だから嫌われたんだな。ポリフェノール、ポリフェノール秋山と同一人物。でもお金ないんだから新作取った方がいいですよ。そうでしょ、なんかね誰も NG とか言ってなかったよ。ネタじゃない、あれ誤解だったみたいですね。だからリスナーのポンプでなんか誤解しちゃって、それでなんか NG 出してたけど、もう今は解除してもらったそうです。そうです、さっきね、リスナーさんにあちらでね、若手の10代の20代ぐらいの女の集団からめちゃめちゃ怖がられたって。めっちゃマジで俺が来た瞬間に、覆面解除瞬間にやばいやばいみたいなことでざわついちゃってさ、ざわつき始めて、で何事かと思ったら俺のことを AV 男優だと思ってたらしい、みんな。ルナーさんも白井も、それでなんか絡むと、うん、将来がダメになるんじゃないかみたいな、こいつ解除しちゃったんですよ。こいつが来るとコメントが荒れるからって言って関わるなみたいな感じで言われちゃって。でもそれで勇気を出して聞いてみたんですよね、世の中で横山美代さんに勇気を出したのに誰ですか。そう、さっき聞いたの僕が手を挙げて野田がね言ってくれたんですよ。そしたら、あの一人ではね、正直に私に出したいんですよ。私が出したい、知り合いさんっていう女の子が、私が出しちゃいましたと言ってくれて、で、原因聞いたら何なの。原因聞いたら、なんかリスナーから聞いて怖い人みたいなイメージがあったから出しちゃったけど、解除した。あと解除してくれたって。誘いのリスナーが通報したと思って、ね、虚偽通報じゃないですか。虚偽通報だったんですね。いやでも AV 男優は虚偽じゃないですか。いや、まあ、囲いのリスナーがね、みどりさんと絡ませるっていうのを怖がってて、本当に嫌がるんですよ、絡ませてて。いやー、よかった。でもこっちはね、あの楽屋は盛り上がってますよ。誰が誰か全然わかんないけど、柔らかい、何あれ。ここにさ、裏箱とカナタが座ってた時はさ、女の子たち全然いなかったのに、あの二人がいなくなったら、みんななんか和気あいあい、和気あいあいとしてるよね。おつぼね2人がいなくなったら女の子たちが、いや本当みんながね雰囲気良くなった。さっきここにおつぼねの村孫とカナタがここで陣取ってた時は老害だよ、あの女の子、ね、お村孫さん、カナタ、時代はね、もう若い子ですから、ずっとでかい声で2人で喋ってギャ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 、誰も視界入らんかったけど、今あの2人がどっか行ったらみんながね雰囲気良くなった。若い子たちが10代20代の子たちが100言い出しますね。皆さん早くハビブスカウトしてきてください。ハビブ、いやでもな、10代となんかお母さんも一緒に、ルナーちゃんの18歳らしいですよ。え、18歳なの。あ、18なんだ。はい、暗黒放送見たことあります。なんて暗黒放送見たことあります。見たことあります。え、人気だねこれ。いやもうこれはタビブ、タビブに、タビブ番組出ますよ。え、ほんと。お、あ、やったいいですよ。旅行、美味しいもん食べる。旅行はい、全然、ね、オファーかけますね。やったね、これは。すみません、旅行行きましょう、旅行おじさん怖くないからね。うん、そうそう、さっきあの誤解が解けたのよかった、ね、誤解が解けましたね。うん、なんか AV 男優って思われてたみたいですけど、これがモノマネのやつです。めちゃ似てるじゃん。あ、似てる。あ、すごいですよね。これで旅行行きます。これただただに、いいじゃないですか。いや素晴らしいですね。やっぱりコメントのさばきも上手なんだろうな。才能ありますよ、才能ですよ。いい子ですね。サダイさっき見たけどめちゃくちゃ柔らかいね。めっちゃ柔らかかった。柔軟ですね。なんかね、なんか足をね、ウッピンって上げてる。うわすごい。すごい。あれ、すごい。すごいね。なんかやってんの、体操やってんの。ね、2歳。2歳から。すごい。すげえ。やっぱり毎日そう飲んでるよ。好きなんだ。古いんだよ、うわ。オスってオスで体が柔らかくなる。そうだよ、あれ昭和の発想ですよ。いや可愛らしいね。半年か。まだ1年未満なんですね。何年娘でもおかしくないですよ。いや本当に18歳ですもん、ね、俺46だから20歳差ぐらい。30親ぐらいの
おやすごいね。36歳、38歳差ぐらい38歳差28歳差。すごいね、人気ですね。なんでニコ生を選んだの、いろんな。あ、僕あーそうなんだ。小船ちゃん、あ、小船ちゃんが、はじめまして。やっぱコメントがいい、ね、あ、小船ちゃん、ピチピチの、なんか俺なんか食べてる、なんか食べてます、もぐもぐ。あんこコーデ見たことあります？あ、見ました。どう思いました、僕の。正直に言ってよ、正直に言ってよ。これね、迷惑してるでしょ、悪口。第一印象、俺悪口したくないよ、ね、いや言って、本人はね気づかないだけでこっそり言ってるって、あなたは。そうそう、小船海賊団がウンダラカズは言ったけど、これ以外は言ってないよ。いや、それを言った時点で向こうの方さ、荒れるんだよ、ちょっと。そうか、暗黒からとか書かれるんすから。暗黒からとか書かれるの、ごめんなさいね。すいません、ほんまに。なんかあの僕全然そういう気ないんで、攻撃する気ないんで、ここは5回で仲良くしたいっていう若い子たちと、若い子と仲良くしたいんだけど、はい、ツンツンしちゃうみたいな。ツンデレ、ツンデレなんだよ。ツンデレ親父。ツンデレ、自分で言うだけだ。構ってほしい。そうそう、構ってちゃう。そう、メンヘラ王子だよ。なんか暗黒ホームで迷惑感じたこととかありますか？まあでもそれは正解です。それは正解です。あんたには違ってくるのか。これはそうですけど、あの小船さんは何かありますか？はい、戦ってるんですか？ああ、派閥だって。めんどくさいやつ。めんどくさいに関わりたくないよね。まあそんなね、それ気持ちわかるわ。だってみどりさん自分の影響力分かってないから、ちょっと話題に出すだけでも荒れちゃうんだよね。それを分かってない、この人は。じゃあ、小船ちゃんとうなちゃんの悪口は言いません。言ったの？言ったんかい。いや、だって、なんかタンクトップ見てて、なんかチラチラと見てたら、やめた方がいいよってことは、それ注意と見てた。嫉妬じゃないですか。いや、はい。いや、どんなこと思ってませんよ。いっぱい来た。嫌ってない、全然嫌ってません。はい、全然、はい、嫌うことはない。はい、これ白井ちゃんがさっき俺を NG で出してたっていうね。正直に言ってくれてよかった、ね。いや、もう怖くないって、これに誤解が解けたと思うし、 AV 男じゃないってことも分かってね。いや、それは絵だけ見るとなんか緑とか喜び組を作ろうとしてるみたいになるから、絶対ポリフェノール秋山とかが警察。これ写真撮られてますよ。やめてください。養育してるよ、ちゃんと払ってる、子供にちゃんと払ってる。ちょっとだけね。あれ見たら子供が泣いてんの、先発が。ほら、え、知らないの？子供が泣いてる。でも大丈夫だ、俺は怖くないことが5回解きたかったって。そうそう、ポリフェノールは似てるだけだから。似てるだけの人間がいる。秋山さん、秋山という。あれはそっくりなんだ。でもあなたは悪口言ったから向こうは荒れちゃうんだよ。あ、そうですね。名前も出すな、もう。名前も、あの、国語で出せないようにいますので。あ、そうだ。あ、じゃあ、立ってるね、南の。あ、幸運のステッカー。そう、幸運のステッカーを、あの、幸運のステッカー。幸運のステッカーがあります。これ、配信。あ、いいですよ、あれもう、何枚でも。はい、小船ちゃんも。はい、あの、やったね。お寺に行ってお焚き上げした方がいい。電信柱とかに貼っていいよ。お焚き上げ。やったね、これで。やったね。もうこれ僕のね、あれが困ってる。わら人形とかに貼るといいです。わら人形とかに貼って、はい、受精はしません。かわいい。落としちゃった。いや、よかったよかった。これでね、この4人は絶対に成功するから。誤解が解けてよかったね。誤解も解けたし、成功するし、もうこれで完璧ですよ。小舟ちゃんすごい。え、あ、子供何のことでしょうか。え、久保田学とポリフェノール秋山と横山みどりと3人ってことですか。あ、そういうことですね。そう、じゃあ3人がいて、そう、男優バージョンとか。男優と議員と、あと横山、あ、配信者3人が
じゃあ頑張ってきてね。頑張ってください。頑張ってきて。ベホンしてる。いました、あのコグネちゃんの緑さん。いや本当見た、なんかね、小汚い目で、小汚い目で見てる。ね、こんな目で見られてましたよ。いや本当になんかね、怖がってた。ああ、じゃあ頑張ってください。待って。頑張ってください。いやでもこっちから見てあんぐらい絵面やばかったんですよ。なんか女の子たちが立たせて、なんか変態プロデューサーがなんかこうやって、え、変態プロデューサーがこうやってみんなこれやってんだよ、みんな、まあ、みんなこうやって大物女優になっていくんだみたいな、大物プロデューサーがなんかすごいパワハラかけてるみたいな、セクハラしてるみたいな絵面でしたよ。そんなに見えたの。うわ、若い女の子4人並ばせて、立って並ばせて、今日は誰にしようかなみたいな感じで、しかも、だからな、仕事だから、これも仕事のうちなんだよって。うわ、え、そんな嫌な人間だったの。絵面、絵面最低名じゃん。しかもこれ、あのカメラマンの人、ここから撮られてますから、ね、え、やめてくださいね。みんな帰りたそうにしてた。みんな教会に使われてますよ。スタッフがね、助けに来てくれた。そう、あ、さっき助けに来たの。あ、そうか、今そろそろ時間です。なんか全然時間まだあるでしょ。そう、まだ実際ありますか。あと時間山ほどあるよ。あと15分ぐらいありますよ。え、15分。そう、え、ちょっと何時。まあ、まだ3時ですよ。あ、ほんとだ。でも3時過ぎたら、じゃあ、みんな帰ったし、俺もじゃあ一旦終わりますね。ポンちゃんたち